はい、どうも、日本代表ジャパンです。お願いします。はい、ということで、本日もやっていきたいと思いますけども、本日はですね、先ほど、こちらのですね、今後登場するアイコニックの、選手を紹介していきましたけども、こちらの8選手はですね、すでに公式の方で、まあ、近日、搭載されるということが、すでにですね、告知されておりますので、先ほど紹介していきましたけども、本日はですね、フォワード編の、今後登場のアイコニックモメントガチャ、こちらのですね、フォワードの選手を紹介していきたいと思います。フォワード編ということで、先ほど紹介しましたフェルナンド・トーレスだったりフォルラン選手だったりね、ここら辺の選手は省かせていただきまして9選手紹介していきたいと思いますので、しっかりやっていきましょう。それではそちらの模様いきましょう。どうぞ。まずはですね、インテルのアドリアーノ選手ということで、ご覧の通りの能力値となっております。まあですね、アドリアーノに関してはまあリーク情報なんですけども、写真がね、ないということで、まあこちらが若干残念なところでありますけども、まあ搭載をね、心待ちにしていきたいところではありますが、アドリアーノはレジェンドですですね、登場しておりますので、レジェンドとアイコニックの差、そして一番右はですね、同じくそのインテルの、同じユニフォームにした時の能力値を、参考にしていただければと思います。ということで能力値の方見ていきましょう。まあオフェンスエンスケテルクですよね、アイコニックの普通のところから見ていきたいと思いますが、89-95ということで、ともにねプラス5とプラス2ですし、特にレジェンドからはオフェンスエンスがね5つも上がったというところはかなり評価できる部分かなと思います。でまああとはフィジカル系の能力値高いですよね。キック力だったりフィジカルコンタクトだったりジャンプだったりね、ここら辺のフィジカル系の能力値はかなり高いかなという印象ですね。でまあボールコントロール、ドリブル、ボールキープも高くて、このフィジカル系の能力値高い、そしてスピード瞬発も90台あるので、本当にねアドリアーノに関しては害悪な選手かなと思いますけれども、かなりですねここの部分がネックなんですが、スタミナの部分、75ということで、まあ4つ上がったんですが、70代なのでまあ後半はやれないかなというところと、スキル追加でスーパーサブとかね追加したかったんですが、10個すべて持っておりますので追加もできないというような形になっておりますので、スタミナっていうところはかなりネックな部分なのかなという印象ですね。で、今回アイコニックのレルマ総合値は98までいくというような形になっております。で、同じユニフォームにした場合はですね、レルマ総合値100いきますので、ここら辺かなり期待ができるところですよね。で、スキル面で見てもシュート系多いですよね。ミドル、無回転、ライジング、アクロバティックシュート、そしてワンタッチシュートということで、このワンシュー持っているというところもかなり評価できる部分かなと思います。プレイスタイルは何もなしということで、今後のですねアドリアーノのアイコニックガチャにもですねかなり期待ができるところかなという印象ですね。で、続きまして、ユベントスからデルピエロ選手ということで、デルピエロ来ましたね。いやー、このデルピエロもかなり強いかなという印象なんですが、ご覧の通りとなっております。まあ、普段からですね、めちゃくちゃ使うような選手ではないんですが、ここですよね。決定力が2つ上がって93ということで、まあ、レジェンドの時点から91あるんですが、ここら辺底上げとなったっていうところはかなり評価できる部分かなと思います。で、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープもですね、しっかり底上げとなっておりまして、特にボールコントロールは完走という形になっておりますし、下のですねボディコントロールも完走しておりますので、かなりドリブルしやすい選手なのかなという印象ですね。で、プレースキックカーブは96-96ということで、まあカーブもしっかり96あるので、コンカっていうところも狙っていきたいですよね。で、スピード瞬発は93-94、キック力92で、逆足は2と3でコンワン6ですね。で、デルピエロの、アイコニックの方のレベマ総合値は98で、同じユベントスのねユニフォームにするとレベマ総合値は100までいくというような形になっております。で、スキルはダブルタッチだったりコンカだったりね、そしてミドルシュートだったりワンシューするボスモチっていうところもかなり評価できる部分かなと思います。プレイスタイルはラインブレイカーということでですね、まあ本当に、この同じユニフォームの能力値めちゃくちゃ強いものを持っているかなと思いますので、ユベントスのねクラシックユニフォームとかでね使ってみたい選手かなという印象ですね。で、続きまして、ローマのバティストゥータ選手ということで、バティストゥータも強いですよね。まず、オフェンスエンス決定力。まあ、決定力はプラマイゼロなんですが、98-96ということで、ここら辺しっかりありますし、フィジカル系の能力者は言わずもがながめちゃくちゃ高いですよね。で、キック力も99、完走しておりますので、ミドルシュート狙っていきたいところかなと思います。あとはヘディングだったりね、ここら辺しっかりありますし、コンワンだなっていうところはかなり評価できる部分かなと思いますね。で、レベマ総合値は96で、同じユニフォームにした場合98ということになっております。で、通常というか、まあ、レジェンドの選手からですね、時空のターンが追加となっておりまして、まあ、スキル面で見ても、ワンシューだったり、ワンポ持ちっていうところはかなり評価できる部分かなと思います。プレイスタイルはボックストライカーという形になっておりますね。
で続きましてトッティ選手ということで、トッティも来ましたね。いや一時期アイコンにもなっていた選手なんですけれども、ローマのトッティということで、まあローマですよね、ということでノルクチはご覧の通りとなっております。まずオフェンスセンス決定力95、93で高いですし、ドリブル能力はですね95、90、95かなり高いものを持っているかなと思います。でパス系も97、95で90代後半ありますし、同じねローマのユニフォームにした場合99、97あるので、ここら辺のパス数値のね高さっていうところもかなり評価できる部分かなと思いますね。でプレースキックカーブは92、90で、キック力も96しっかりあるので、ミドルシュートも狙っていきたいですよね。であとはフィジカルコンタクトもねしっかり90代あるっていうところはかなり評価できる部分かなと思いますね。まあというのも、まあ今作はフィジカルコンタクトかなり重要かなと思いますので、このフィジカルコンタクトがしっかり90代に乗せたっていうところはかなりですね、高評価のところかなと思います。で逆足はサントスはね、コンは7、レンマ総合値は97ですね。でスキル面で見てももともと10個持ってますので、追加スキルなかったんですが、ワンシューだったりワンパーだったりね、ここら辺のスキルかなり有能かなと思います。プレイスタイルはナンバー10ということになっておりますね。で続きましてアンディコール選手ということで、こちらの選手はレジェンドで登場しておりますので、レジェンドとの比較やっていきたいと思いますけれども、ご覧の通りですね、ユナイテッドの頃はまあそうですよね、ユナイテッドの頃はそうなんですが、オフェンスセンス決定力高いですね、96、95でドリブル能力系も80後半あるので、まあドリブルある程度はしやすいのかなという印象です。でスピード瞬発は89、85でフィジカル系の能力値がキック力87だったり、ジャンプ92、フィジカルコンタクトも88あるので、ここら辺はしっかりしたものを持っているかなという印象です。ですがスタミナが85なので、ここら辺が若干ネックな部分かなと思います。で逆足は4と4ですね、コンアン6でレマ総合値は95ということで、まあ全体的な能力値は高いんですが、まあ他にもですねオフェンスセンス決定力乾燥している選手だったりいますので、そこら辺の選手がどうかなというところですね。まあライブアップではですね B 固定ですので、しっかり使っていきたいところかなと思います。でスキル面で見てもコンカだったりここら辺追加となっておりますし、ワンシューワンパ持ちっていうところもかなり評価できる部分かなと思います。プレイスタイルはラインブレイカーですね。で続きましてアルバロ・レコバ選手ということで、ご覧の通りとなっております。レコバもですね、レジェンドですでに登場しておりますので、まずそちらとの比較見ていきたいと思いますが、決定力が5つ上がったんですよね。これはかなり評価できる部分かなと思います。いやーレコバのレジェンドはですね、決定力は90代乗せていなかったんですが、今回しっかり90代乗せたという形になっておりますし、インテルのねユニフォーム使うと96まで上がりますので、ここら辺もかなり期待ができるところかなと思います。まああとはドリブル能力系高かったり、スピード瞬発は81、90ですね。でキック力も92あるので、ミドルシュートは持ってませんけども、まあ狙っていけるところかなと思います。逆足は2と3でコンワン5ですね。でレマ総合値は96ということで、インテルのユニフォームだとレマ総合値は98までいくという形になっております。でスキル面で見てもワンシューワンパスルーパスだったりね、ここら辺のスキルかなり有能かなと思いますね。でプレイスタイルはチャンスメーカーということでですね、続きましてきましたね、マイケル・オーウェン選手ということで、オーウェンの復活というかそのような形になっておりますけども、オーウェンに関してはですね、ペス DB とあとは自分が見たサイトではですね、能力値少し変わっておりましたので、まあプラス1かねそこら辺なんですが、1レベルの能力値はともに、同じだったので、こちらはですね間違いないかなと思いますけども、レベル1の能力値は若干変わってくるのかなという印象ですね。でご覧の通りとなっておりますけども、まあオフェンスセンス決定力完走ということで、これは本当にえぐいですし、ドリブル能力もしっかりあるというような形になっております。でスピード瞬発は98、99ということで、まあただリバプールのねユニフォーム使うと、共に完走しておりますので、ここら辺が本当に高いかなという印象ですね。でまあスタミナもねしっかり89あるので、後半やれるかなと思いますし、後半6っていうところもかなり評価できる部分かなと思います。でスキル面で見てもダブルタッチ持ってたり、コンカだったりね、ワンタッチシュート、ここら辺のスキルかなり有能ですよね。でプレイスタイルはラインブレイカーということでですね、まあ FP かなり登場しておりますけれども、フェンスセンス決定力ともに完走っていう選手はなかなかいないかなと思いますので、オーウェン選手ライブアップで B 固定ですし、ぜひ使っていきたい選手かなという印象ですね。で続きましてマンチェスターユナイテッドの方からはドワイト・ヨーク選手ですね。こちらの選手もレジェンドですでに登場しておりますので、そちらとの比較見ていきたいと思いますが、まずオフェンスセンス決定力しっかり上がってますね。プラス5プラス4ずつで94ということで、ここら辺の得点能力上がったっていうところはかなり良かったんじゃないかなと思います。でスピード瞬発は88、87、ジャンプ92ということで、まあスピシュンあってフィジカル系の能力値も高いかなという印象なんですが、まあガチスカ起用は少しどうなのかなというところですね。で逆足は4と4でコンワン6、怪我体制2でルマ総合は94ということで、スキル面で見てもワンシューワンパーだったり、あとアートスピン機器と足裏コントロールがレジェンド選手からですね追加となっております。プレイスタイルはラインブレイカーですね。
で、ラストはミランの方からはインザーギ選手ですね。インザーギに関しては、まあ、スーパーサブ持ってますし、めちゃくちゃ強い選手になっているかなと思います。で、オーウェンと同じくですね、オフェンスエンス決定力完走するんですよね。ここら辺が本当に高いですし、スーパーサブの選手でオフェンスエンと決定力完走っていうところは本当に脅威な選手になっているのかなという印象です。で、スピード瞬発も89、91あって、ジャンプだったりね、ヘディングも87、93あるので、ここら辺の能力値はかなり高いものを持っているかなという印象ですね。で、逆足は4と3で、コンワン6、怪我体制に、で、レブマ総合値は94ということになっております。で、ミランのユニフォームを使いますと、レブマ総合値は96までいきますね。で、スキル面で見てもヘッダーだったり、ワンシューワンパだったり、ここら辺のスキルかなり有能かなと思います。そして、スーパーサブということで、本当に後半からの爆発力っていうところはかなり期待ができる選手かなという印象ですね。で、プレイスタイルはライムレイカーというような形になっております。ということで本日はですね、こちらのフォワードのね8選手紹介していきましたけども、いかがでしたでしょうか。まあ中でも本当にオーウェンだったり、インザーギだったり、アドリアーノ選手っていうところは、デルピエロもそうですよね。まあ本当に強い能力値持っておりますので、まあ今後のですね IM ガチャには期待できるんですが、まあその課金どうのこうのっていうところはね、ちょっと無視してほしい選手なのかなという印象ですね。ということで本日はここら辺で終了していきたいと思います。最後にチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ではまた次の動画もぜひご覧ください。では。